はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。いよいよねマスターデュエルに持ち帰るとユニオンキャリアの禁止からの波がやってきまして、そろそろスプライト来るんじゃないかと、そろそろいよいよねスプライトがマスターデュエルに来るんじゃないかと言われております。ということで、今回はこのスプライトというテーマについてざっくりと解説をしていこうかなというふうに思っております。まあ OCG の方でもね、まあ暴れ回り散らかしていたテーマなので、まあ、聞いたこともある人いるんじゃないかなと思うんですけれども、このスプライトというテーマ、まあ、OCG の方でですね、まあ、存在してはいけなかったとか言われてるガチで悪さしかしていなかったテーマでございまして、まあ、どういうね、その背景があるかというと、スプライトというテーマは、楽園ストーリーの仲間でございまして、セリオンズの生みの親である、無人機関アルギロシステムというね、修復 AI ですね、セリオンズリングのがあったんですけども、あれのエネルギーが具現化したものと、まあ、そういう世界観になっています。で、まあ、最終的にはですね、スプリガンズと、まあ、共闘してくれて、まあ、ドラグマ陣営倒してくれるっていう、まあ、そういうね、まあ、どっちかというと味方陣営になってくると思うんですけども、こちらの、テーマ、まあ、どういうカードたちが存在しているかっていうと、関連カード全部でこれだけあります。モンスター5種類、通常トラップが1種類で、速攻魔法が3種類のエクストラモンスターが3種類という風になっておりまして、で下級モンスターのですね、効果、まあ、結構わかりやすいんですけども、まあ、ほぼ共通効果になってまして、闇属性と炎属性いるんですよ。で闇属性の方が自分のフィールドに、レベル2またはランク2のモンスターが存在する場合に手札から特殊ができるっていう効果で、炎属性の方は、レベル2またはリンク2、ランクとかリンクとかじゃ分かれてたんですけど、まあ、基本的にはレベル2ではどっちでも出せるっていうことですね。で、手札から特殊ができるっていう効果がありますと。で、固有効果は、それぞれ、ありまして、ね、ブルーとジェットがよく展開に使うんですけども、ブルーであれば特殊化に成功するとスプライトモンスターをサーチできる。で、全部の、モンスターにアクセスができます。ブルーがあればね。だからまあ、ブルーがやっぱり、まあ、一番その手札に持っておきたいカードですね。まあ、ジェットでもいいんですけど、ぶっちゃけ。ジェットはスプライト魔法トラップサーチできるんですよ。特殊化成功時に。ジェットは、まあ、後で説明しますけど、スターターっていうカードか、まあ、スマッシャーズあたり持ってくるんですけども、まあ、スターターが実質スプライトなんでもなれるんで、まあ、ジェットかブルーどっちか持ってないなっていう感じですね。で、スターターっていうカードもあるんで、ブルー、ジェット、スターター全部で9枚体制。相互に全部サーチできるんで、まあ、どれ持ってても同じ盤面になるってことですね。だからかなり再現性が高い展開が可能。で、スプライトレッドは、モンスター効果を無効にするよという効果ですね。まあ、ちょっとコストが必要になります。レベル2またはランク2またはリンク2のモンスターをなんかリリースしなきゃいけないっていう、自分以外の。それがいるんですけど、一応モンスター効果を無効にできるよという。まあ、2ビルとかね、そういうのケアできますね。で、スプライトキャロットであれば魔法トラップカード無効にできるんで、同じようにコスト必要なんですけど、まあ、無限保養であるとか、ああいうカードを、まあ、ケアできますね。で、ピクシーズであれば、ぶん投げると、ダメステに高所アップみたいな、オネストとか、オネステネオスみたいな、なんかあんな感じの効果になっています。だからこれを使うと結構ね、ジ・アライバル・サイバースとかを、まあ、突破していくこともできるという感じですね。今言ったように、ブルーとジェットが展開の要因になっているんですよ。で、レッド、キャロット、ピクシーズっていうのが妨害になっていて、まあ、要するにテーマ内で展開と妨害が用意できるわけですよ。だから、とてもバランスがいいです。はい。そして、エクストラモンスターたちがさらにぶっ壊れきるとなっておりまして、まあ、一番最初に説明してるのはリンクモンスターですね。リンクモンスター2種類いるんですけども、共通効果で、レベル2、ランク2、リンク2のモンスターを含むモンスター2体というガバガバの召喚条件をしています。ガバガバの。はい。どっからでも飛んでこれるということですね。そしてこのカードは、リンク召喚されたターンにはリンクスワンにできないということで、出したターンじゃなければリンクスワンにはできますんで、まあ、アイランの、マスカレーナスワイとかにはできますね。はい。で、じゃあエルフが何するかっていうと、まあこいつがまあ強いというところなんですけども、まずリンク先のモンスターに対象耐性を付与します。で、墓地のモンスターレベル2、何でも蘇生できます。相手ターンにも発動可能です。まあだから自分のターンに1体出して、相手ターンに1体出すっていうことができますと。はい。まあだからこっから、まあ実質スプライトエルフで使ったリンク際に両方とも出せますし、まあ持ち帰りが生きてた頃は、もうちょいやばいことが起きて、相手の場にモンスターがいればランクにも蘇生できましたんで、持ち帰るを蘇生して持ち帰るの効果何度も使うということができましたと。はい。やばかったですね。よかったですね。持ち帰るが先に禁止になっておいて、はい、マスターデュエルでは。で、スプライトスプリンドっていうモンスター、これもまあなかなかに強力で、デッキからレベル2を愚かな埋葬ができますと。
で、モンスターの特殊化に反応して、誰かのエクシー作用を1個使うとモンスターをバウンスできますっていうね、効果があります。で1番2番どっちかしか使えないという感じですね。だからまあ自分のターンでスプリンドを出してレベル2をオロマイして、でエルフの方で蘇生すると。で、スプリンドを置いておいて相手がモンスターを特殊召喚してきたらエクシーズモンスターギガンティックが出てると思うんで、まあ、そいつの素材を使って相手のモンスターをバウンスしていくという妨害に変えていくみたいな感じですね。だから展開の準備と妨害両方ともスプリンドはできる。でエルフは圧倒的最強の耐性と、まあ、展開ができると、まあ、とてもね強力なリンクモンスターになっています。で、相性のいいレベル2、まあ、結構いっぱいあるんですけども、まあ、後でも説明しますか。宣告者のミコ、デクラリバイナーとか、あとデビルフランケン、あと着替えるとか、なんかありとあらゆるレベル2を蘇生できますので、まあ、結構いろんなデッキにこのモンスターたちは入ってくるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、特にエルフなんかは、レベル2が、まあ、なんだろうな、テーマの核になっているテーマって結構あると思うんで、まあ、そこには絶対入ってくるかなっていう感じですね。はい。で、エクシスモンスターですね。スプライトの、ギガンティックスプライト。なあこいつがまあエースになってくる、まあ、ワンキルにも展開にも使えるというモンスターなんですけども、まあ、テキストをいきなり出しちゃいます。このカードは自分のフィールドのリンク2モンスターをレベル2としてエクシス召喚の下にできると。だからまあリンク青いのを下に重ねて、オーバーレイするっていうなんかあのオルフェゴールみたいなイメージですよね。あんな感じであのエクシスできますと。で2番の他は一旦2つしか使用できない。1番目は融合シンクロエクシズリングモンスターのいずれかを素材としている、こいつが元々の攻撃力が倍になるということで、元々の攻撃力が3200になるということですね。はい。単純にやっぱランク2で3200はかなり破格の性能。ランク4でも3000ってなかなか超えないと思うので、かなり破格ですね。で、2番目、自分のメインフェーズに自分のフィールドのエクシズ作用を1個取り除くと、デッキからレベル2モンスターを何でも特殊召喚ができます。ただしこの効果の発動後ターン終了時までお互いにレベル2ランク2リンク2のモンスターしか特殊召喚ができませんと書いてありますね。デッキからレベル2を出してくる代わりにこの制約がかかると。ただしこの制約なんとお互いにかかるんですよ。だから例えば、まあ、有名な話だとあの原始生命体ニビルとかを相手が投げられなくなったりとか、このモンスターを出すとね、だからニビルで相手の妨害をするということができなくなるとか、それからまあ、デッキから、レベル2を特殊召喚できるんで、まあ、着替えを出して展開を伸ばしたり、それから、まあ、スプライトだけじゃなくてね、レベル2だったら何でもいいんで、トライブリゲードの、まあ、キットとか出して展開したり、まあ、いろんなことができるということですね。このモンスターを使えば。とにかくレベル2が核になっているテーマであれば、このモンスターを使って、展開を伸ばしていくことができるということですね。で、デッキからレベル2を何でもリクルート可能っていうことなんですけれども、これ OCG ではどういう風に使われていたかっていうと、着替えるとか、あと手札誘発ですね。これをなんか結構リクルートして増殖する G とか、ああいうのリクルートして着替えるで増殖する G を戻して手札誘発を実質サーチしたりとか、あとまあ普通にね、あの転換に使ったりして、いましたと。で、リンクにも素材にできるということで、まあ、エルフを絡めると、だいたいレベル2プラスなんかっていうハンドから、ギガンティックが爆弾するんで、絶対、レベル2にアクセスすることができるんですよ。まあ、どんなハンドでも、このレベル2プラス何か出すっていう、まあ、そういう動きができればね。だから、まあ、ギガンティックスプライトっていうのは、レベル2を使う、テーマの救世主になってくれる。と同時に、環境もぶっ壊したという感じですね。で、スプライトの速攻魔法なんですが、こちら結構ね、あの両方とも強くて、まあ、3種類なんですけど今回2種類、ざっくりと解説します。スプライトスターターっていうのが、発動カード名指定ターン1あるんですけども、一応、まあ、ついててよかったですね。はい、ついててよかった。これ緊急テレポートですね。あのいわゆるデッキからスプライトを何でもリクルートできますと。はい、何でも。でスプライトが特殊召喚成功した時に何か効果ができるんで、まあ、その効果を発動できると。で発動後レベル2ランク2リンク2しか出せなくなるっていう、さっきのギガンティックスプライトと同じような制約がかかるんで、まあこれを発動するときは、それ以降例えばアクセスコールトーカーでやるとか、なんかそういうね、あのどでかいモンスターを出しに行くっていうことはできないっていうことですね。で OCG ではちなみに今回これ制限カードになっていました。そしてスプライトスマッシャーズ、まあこれもねなかなかに強力なカードとなっていまして、まあ、一応ちゃんと発動はカード名指定ターンについていました。はい、まあ最近はちゃんとついてますよね大体ね。で、コストで手札か墓地からスプリガンズセリオンズスプライトカードを除外して発動と。何でもいいんで、魔法トラップでもいいですしモンスターでもいいんですけど、スプライトであればまあスプライトスターターとかが墓地に落ちてることが多いですし、スプリガンズであれば結構墓地にあのモンスターが落ちてたりとかしますし、まあ、セリオンズはあんまり墓地とか手札になんか溜まってることあんまない気がしますけど、まあ
一応ねコストで除外して発動ができますと。で、3個あるんですけど効果、その中から1個を選択して発動するっていう感じになります。スプリガンズだったら、デッキからスプリガンズを特殊召喚できるっていうことで、スプリガンズ結構展開手段が意外とデッキからはなかなか難しいので、まあこれは結構強いですね、展開手段としては。で、墓地からセリオンズを特殊召喚できるっていう効果と、あと3番目、これがまあスプライトのサポートなんですけども、自分の場のレベル2、ランク2、リンク2の、モンスターと相手のカードを選んで除外できますと。だから、まあ、スプライトスマッシャーズが後ろの妨害になるんですよ、魔法トラップの。だから例えばですよ、相手に、まあ、冥王結界派を打たれますとか、それから、まあ、禁じられた人しずくを打たれましたとかね、そういう時、あとスキルドレイン貼られましたみたいな時でも、スプライトスマッシャーズを打てば、相手の、まあ、盤面を触っていくことができる、まあ、要するに前と後ろに妨害が分かれてるんで、このテーマとても強い。やっぱ前と後ろに分かれてると対策しづらいんですよね、まあ、楽園とかもそうじゃないですか。なんか前にミラージェイドがいて後ろに赤の楽園とか追放が控えてるって結構うざいでしょ、まあ、あんな感じですイメージ的には。はい、だから冥王結界派だけあってもなんとかなるわけじゃないし、ハービーの羽毛だけあってもなんとかなるわけじゃないみたいな感じですね。はい、だからまあ全体除去とかだけでも無理ですね。はい、で、スプライトのデッキじゃあ強み何なのかっていう話なんですよね。で、まあ、OCG の方ではもうね環境がそのスプライト一色に、なってしまったと、このテーマが実装されて以降大会はスプライトしか勝たないというね、あまりにも、絶望的な状況になっておりましてですね、まあ、やっぱり展開の安定感、そして妨害の量、誘発の受け、申し分がなかったということで、まあ、名言、OCG プレイヤーはスプライトに勝てるのはスプライトだけであると、まあ、常日頃から口を酸っぱくして言っておりました。地獄ですね。はい、でマスターデュエルにじゃあそんなテーマ実装して大丈夫なのかっていうね、まあ、そういう話なんですよこれね。マスターデュエルさんね結構事前に規制がされてまして、結構、スプライトデッキの強みがね軒並み禁止されてるんですよ。例えばハリファイバーであるとか、まあ、ユニオンキャリア持ち帰る最近だとね、あの辺が禁止になっていまして、結構ですね、まあ、この辺のモンスターを使ってスプライトを展開しながら割と強い最終盤面を作っていたんですけども、スプライトはこれがなくなってるんで、まあ、もちろんねいろんなテーマに出張して結構強い動きはできると思うんですけど、ここがなくなってるんで、そこまでのぶっ壊れ終わったっていうほどの強みはもしかしたらないのかもしれん、これはちょっとわからない。正直環境を一色に染め上げるかと言われると、まあ、ちょっとわからないですね。まだなんかそこまではいかないような気はしますけど、それでもねとてもポテンシャルが間違いなく高いテーマでございますので、まあ、今後の研究手段になってくるんじゃないかなというふうに思っております。でスプライトの相性のいいデッキですね、やっぱねまずはね、ガイルとかその素早い系、これはまあ OCG でも割と話題になっていて、まあ、この構築が一番多くて強かったと思うんですけども、まあ、キガイル、がいるからといって持ち帰るがいないから持ち帰るが出るっていうことはないんですけど、ただやっぱ展開力は健在なんですよ。だから着替えるを使って普通にマスカレーナとかをねポン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 って出していったり、アポログ様につなげるみたいな動きはできますし、ランクに、出すっていう動きもできますし、まあ、素早いビーバーでね展開を上げるっていうこともできますから、まあ、展開力があるってことは何でもできるってことなんで、まあ、レベルにランクにリンクに縛りがついて、いようと相手ランにリンク召喚できるマスカレーナの存在がある以上、まあ、結構いろんな動きができるかなという感じですね。それからですね、ビーナスですね、創造の代行者ビーナスとホーリーシャインボール、これはですねレベル2なんですよ、ホーリーシャインボールが。だからまあエルフとかスプリントとはめちゃくちゃ相性が良くて、いろんなことができそうです。はい、これを使うと展開力抜群なんでね、なんでまあこの辺のモンスターたちを使って、僕は、まあ、悪いデッキをいっぱい使っていこうかなと思ってるんですが、まあこれはちょっと動画を楽しみに。で、鉄獣ドライブリゲード、これもね結構相性が良くて、今 OCG で活躍しているタイプのデッキは持ち帰るもハリファイバーもユニオンカイルも全部いないんですよ。 OCG の方は今はトライブリゲードが主流になっているっぽいですね。キットなんかを絡めて展開を走行に伸ばしていくっていうね、まあトライブリゲードスプライトが結構環境で活躍している、優勝とかいろいろしていると。マスターデルも似たような構築ができるんじゃないかなと思ってますね。はい、で、それからまあイベルツインですね、これも OCG でも活躍できてますんで、まあマスターデルでもね言わずもがな活躍できるんじゃないかなというふうに思ってますね。レベル2の展開に長けるテーマでございますので、はい、で、まあ、最終まとめ、マスターデュエルへの影響はどうなのかと、このテーマ。OCG ほどのね、一強になるかはちょっとね、まだ分かんないですね。やってみないと。
出張性能もね高くてね、とても研究のしがいがあるテーマなんですよ。ぶっちゃけね、持ち帰るとね、ユニオンキャリアの存在はかなりでかいので、理不尽さは減ってると思います。ただ多分強いことに変わりはないですし、デッキも多分ねたくさんできると思うんですよね。はい、なんでちょっとたくさん作って試してまた動画にしていこうと思うので、よかったらね皆さんもチャンネル登録をしてお待ちいただければなというふうに思っております。ぜひ皆さんもどう思うかコメントを残していっていただければと思いますので、また次の炭酸デッキの動画でお会いしましょう。じゃあね。